く予想外に、中田秀俊モデルの平塚ロウマを発掘くし、将来世界に戦えそうな人材が、若手にちらほらと揃い始めています。5年目で J1、アジアは無双状態なので、戦いのメインは12月の世界大会です。では5年目5月からです。まずは期待の若手が期限付き移籍から帰還、名門のチェルシーに送りましたが、成功とは言えない結果でした。同じ時期に行った右サイドバックの田尻は、アジアのクラブに行き、こちらは成功、無難にちょっとランク落とした方がいいのかな。入れ替わりで、いよいよ平塚ロウマを送ります。オランダのアイントホーヘンへ、メンタルとタクティクスがメインで、練習効果だけでそれなりにあるはず、という理由です。さらには、松田直樹モデルの選手、松葉正樹と、ベッドウニを、ディフェンス型の中国の3頭へ。ついでに少し選手の契約延長を済ませたら、所持金は、3億5000万まで減る緊急的な財政破綻の危険性がアップ、もうお金使えないね。さて、サイドバックの選手が帰ってきたところで、システム変更をします。ちょっとランクの低いセンターバックの選手もいたので、やや今回の帰国でディフェンスの層が厚くなりました。3バックだったセンターバックは、主力組だった3人のうち、アット豊作のみ生き残り、新たに帰国した選手が主力となります。そして両サイドも帰国組、右サイドバックは世界に通用する、のランクですが、他の3人は、クラブの核になり得る、のランクなので、守備のレベルが上がりそうです。この動きも影響し、戦力外となったディフェンダーもはっきりしたところで、その選手にオファーが来たので放出させます。試合の方は順調で、アジアのグループリーグは圧倒して、決勝トーナメント進出。J1 の方は首位で折り返し、相変わらず浦和がすごい得点力で猛追していますが、安定した守備で戦っています。その後6月末、中型サッカースタジアムが完成、これで少し収入が上がるかな?と思いましたが、1万2000人と来場者が少ないという、チケット料金変えられる設定をまだ見たことがないんだけど、変えられないんだろうか。国内キャンプで安く済ませ、8月、スカウトに動きが、しかし、さすがに平塚ロウマレベルではなかったので、契約しませんでした。あまりすごい選手が来てもお金がかかるので難しいですが、夢は欲しいですよね。その後9月、ベンチになったラドジェビッチを放出へ、短期間だったけど、守備で貢献してくれたし、お金も得られたのでいい外国人でした。10月、特別練習をしていたナグモが攻撃的サイドバックを確立、うちでも光プレイが見たいなぁ。11月、先ほど期限付き移籍をしていた選手が帰国、いい成長だといいな。その後、試合の方が次々終了、国内カップを優勝。アジアも問題なく優勝、サンフレッチェばかりと対戦していた記憶。J1 は、勝ち点差7をつけ優勝、レッツも来てましたが、ここでもサンフレッチェが猛追していました、それでも怖さはあまりなかったです。個人成績は、エディット選手が52ゴールでトップ、評価点でもトップを取るという初の受賞となります。そして12月、最大で唯一の目標、ワールドクラブチャンピオンシップが開幕です。12月なので、来年以降のことも考えねばならなかった、ということで、控えの安西を放出します。では1回戦、ノースロンドン FC こと、アーセナルが相手です。かなりの強豪ですが、実力はほぼ互角。
互角な相手でしたが、エジプト選手のハットトリックもあり、3対1で快勝します。しかし2回戦、ここで出会いたくなかったクラブ、マドリード FC と当たります。レアルマドリードですね。実力は相手が完全に上、優勝を目標にしていた我々にとって、大きな難関です。クリスチアーノ・ロナウドにエッチェン、やばすぎます。ペペに、セルヒオ・ラモス、エジル、イグアイン、ディマリア、マルセロ、カシージャス、何対何で負けるのか。作戦がプレスの相手に何がいいのか。とりあえずスイーパーシステムにしましたがどうなるか。全世界50億人のサッカーを愛する皆さん、こんばんは。厚い雲に覆われ、星の見えない寂しい夜となりました。さあ今日の試合どういった展開になるんでしょうか。仙台対マドリード FC ワールドクラブチャンピオンシップ準決勝、実況八塚博士でお送りします。ピッチ上に選手たちが元気な姿を見せています。仙台予想フォーメーションです。これに対しますマドリード FC、 これが予想されるフォーメーションです。キックオフ前半45分のスタートです。しっかりボールをキープ、マルセロドリブルで突き進む、これはファール。ではリプレイを見てみましょう。アルメイン、危険なプレーです。クリスチアーノ・ロナウド、この位置から果たして狙ってくるのか。あー、来た、ゴール、ロナウド、素晴らしいボールを取りました。0対1。痛い失点、こちらも反撃をしたいですが、それすらもなかなか難しい展開。いい動きです。ディフェンダーがうまく止めました。前半34分、さあここからどう展開していくのか。ファウルです。木田、イエローカードです。その後前半終了間際、いよいよ光ります。相手がここはディフェンス頑張ります。ベルベットパス、ここで長いホイッスル。光ったけど前半終了、なんで光らせたんや。特にメンバーを変えず後半へ、勝つにはあと2点、まずは同点見せねば。後半はちょこちょこ攻める時間帯も増加します。コーナーキック、高速飛び出し、光るカシージャス。しかしそこに待っていたゴン中山、外すんかい。さらに格の違いを見せつけてくるマドリード。マドリード FC 左サイドを使います。今にボールをキープします。コントロールシュート、こちらも負けてられない。パワープレイで前線へロングパスし、これはファインセーブです。これは防がれます。なかなか決められない、時間がないぞ。ここはディフェンス頑張ります。イグアイン、危ないところを防ぎます。イグアイン、ここは左へ、ベルベットパス、クリスチアーノ・ロナウド、しっかりボールをキープ。ファーサイドに行った、ロングパス、ここはディフェンダーが止めました。有利、右へ大きく出しました。ファーサイドに上がる、ディフェンダーがうまく止めました。スローインです。ここでホイッスルです。
仙台、全くいいところがないまま敗北を喫しています。この年も優勝はできず、2回戦で敗退しました。内容はそこまで差がなかったので、また出直しです。でもスキルの差は大きかったなぁ。今回はここで終了します。もっといい選手を取るのも大事ですが、今は経営かな、収入を増やしていってからかなと思います。ご視聴ありがとうございました。